はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロエクソダスの追加ストーリー2人の大佐やっていきます。とは言っても1人なんだけど、2人の大佐ってのはキリルを含めての2人の大佐って意味なのか、まあ、よくわかんないんだけど、操作してる人物は、フレーブニコフ大佐ね。で、この左上の 2番の方がライトついたから多分こっちに進めるんでしょう。治療キット使っちゃうか。圧力は大丈夫。おお、いやでも、おお、とこんな最上腕なのに火炎放射使えるのめっちゃ楽だ。おまけに案内までちゃんと書いてくれちゃってる。気持ち悪いのはたくさんいるけど。この辺のアイテムね、目くらだからちゃんと逃さないようにくまなく探索していこう。まあでもすでに前回少なくとも1箇所アイテム見逃してたみたいなんだけど、まあ。よし。おおほほい。いやあ。避けれねえよな、こんなの。食らえって言ってるようなもんだよな。見逃すところだった、早速。拾って。なんでちょっと半開きなんだ。ああ、こうやってすぐ治療キットがなくなっていく。うわ、この距離で焼ける。あ、焼けるんだ。よし、タンク交換しとこう。わあ、嫌だな。そうだ、こういう穴から出てくるわけだけど、出てくるんだろう。あれ？出てこない。そっちから出てくる。ということは、後ろ側から？うわあ、前へ。おお、焼いてる。おお、お、何？仲間か。ああ、問題ない。どうした？放射器の圧力が安定しません。どこから漏れているのか。予備の燃料はあるか？あれがこんなに育っているとは思っても見なかった。もちろんです、大佐。さあ、どうぞ。ありがとう、助かった。上官を助ければ出世できると聞いたもので。確かに凄まじく育ってますね。ああ、そうか、わかったぞ。できたぞ。さて、仲間を追いかけます。ご分を、大佐。はいはい、そちらもな。で、そもそも大佐はなんでこんなところを探検してんのかというと、ちょうど本編の1年前のおお、ノボシビルスク、まあ某任務みたいな感じで今メトロ探検してて、ね、キリルのところに戻ろうとしているっていう状況下だったはず。どんどん焼いていこう。おお、
あぶねえ。そう、こういうアタッシュケースをちゃんと探索と、新しいパーツとオイル、オイル満載だな。なんかいたぞ。全部焼いとこう。暗いな。暗いし汚染もされてるし。こっちに、こっちに何が？援助か。まあ焼けるだけ焼いとこう。こっちはなんだ、何かある。あ、テープレコーダーがあるな。トイレの方から入れるっぽい。あ、こっちにも行けんな。いや、この外貨カウンターが鳴ってる音はどうもまだ聞き慣れないんだけど、鳴りっぱなしなのが本当に嫌なんだけど、本当にこのままで大丈夫。うわあ、引っ張っちゃった。これは多分オスコムって言うんだろうな、ロシア語表記の。これはなんだ。世紀末な世界にいそうな声だった。これもパーツっていうか、この銃先を燃やしてるこのライト、ひょっとしてオイル消費してんのかな。多分大丈夫だよな。これをつけないとほんと暗いから。で、こっちはちゃんと作っておきたい。うん、火炎放射器オイルは大量にある。火炎放射器オイルは大量にあるし、あ、またもう一段階上の加圧システムに大型タンク。汚れまくってるからこれをきれいにして、 OK。 ほうほうほう、よし、ライトオン。こっちは？とっ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 と。おお、燃えるね。死体がある。うん、こんぐらいかな。このロッカーでしょ。まあ本編もそうだけど、メトロエクソダスのいいところ、あんまりアイテムとかの
残量を気にしなくていい。あ、でもさすがに本編のラストノボシビルスクでは気にしたけど、あんまりフィルターだとか弾がないだとかそういうことに追われることが前作とかと比べるとねだいぶ減ったと思う。それは見方を変えてしまえば優しくなったと言うべきなんだろうけど、まあゴリゴリで遊びたい人は難易度上げればいいでしょう。あれ、なんかちっちゃくなった、あいつ気のせい、あんなちっちゃかったか。と日記あった、従業員のメモ、なんか愚痴ばっかじゃね今のところ拾ってる日記全部。よし、ちっちゃすぎてね見にくいんだこいつが。わう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 わ、マジかよ。いかにもモンスターが出てきそうなパイプもあるし、うねうねもあるし、なんだこのゴワゴワなうねうねこれはくぐれそう？くぐれなさそう。あ、今下に、まあね、感動最低にしてるからね、真後ろに来られたら振り向けないんだよな。これ入って大丈夫？大丈夫。いやー暗いなー、ライト消したら、マジで真っ暗。多少火炎放射しながらじゃないと、暗すぎて。こういうのね、常に最大、メーターが最大になっていないとね、耐えられない派だから、ちゃんと、よし、OK。前は出てくる。一定、上にもいた。これ、あんまり放射しすぎたら、むせるからね。戻っていかない。ああ、なんだこれ、よく見たらさっきのデカブツじゃない、知人だとかじゃなくて、多分こっちに行けるんだろうけど水が漏れてるから止めましょうってことだな。うん、あれっぽい。ああそんな気はした。よし、これだ。橋を壊すとかやめてくれよ。いかにもそういう橋に見えるから。出たよ。あ、何もなかったからいいけど。いるもん、そこに。え？あー、これ死んで生きてる。あ、燃えてくれた。もうちょっときっちり。
とちょっと分厚いぞこれ。こいつら攻撃しなければ何もしてこない？もう死んでるのか生きてるのかも分かんない。よしよしよし、もうなんか書いてある。読めない。これで今この2番に来たのかな。あ、いた。おお、引きつけられるように。あー、何その口。おお、内部から中からこんがり。うわー、気持ち悪い。ちょっと、あ、ここ開かないのか。あれでもこういうのってさ、あ、ダメか。錠前が反対側ならダメだな。通れる？よし。大佐、整備から中心がありました。水がまた流れ出したそうです。後ほど整備チームを派遣すると言っていました。任務完了です。よかった。ありがとう。はいはい。この世界の無線すごいよな。こんな入り組んだ場所でもノイズもほとんど入らずに繋がるんだから。これで、まあ開かなくてもいいんだけど。反対側から開かないのがすごい不自然。まあいいや。よし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 。お。全員休め。実によくやってくれた。恐縮です、大佐。正直、大佐の後始末しかしておりません。おい、よせ。後始末しかしてないだなんて。オスコムの名において公式に表彰する。オスコム万歳。その息だ。さあスーツを脱いで休んでくれ。はい、大佐。感謝します。うん、今はこんだけさ、オスコムの兵士がいるのに、なんで1年後キリルしかいなかった？わかった。ありがとう。ほらよ。ありがとうございます。失礼します。乗ってください。大佐。ありがとう。おい、みんな乗れ。プロステクトまで送ろう。感謝いたします。ですが、司令部から車両が来るんです。十分乗れます。そうか、じゃあな。行くぞ、ペトロビッチ。あの装甲には脱ぐ時でも直に触りたくないな。任務完了しました、将軍。あと一息さ、トーリア。虫どもは丸焼けだ。部下たちに後片付けを任せて家に帰る。何せ大晦日だからな。構わんさせろ。シングルパーター同士でなきゃ分からんこともある。
バツイチかい。そちらは楽だろう。息子さんはもう退位だと聞いたぞ。セルガにおめでとうと伝えてくれ。ラジャ、通信終了。賑わってんね。そっか、大晦日なんだ。大晦日にこんな任務か。嫌だな。大佐、注射をしますので、それをまくってください。これでいいか。めっちゃ感謝するじゃん。焼き尽くしてやったさ、しっかりとな。そいつはよかった。でも次はさらに育っていることでしょう。いつもそうですよ。見てください、ポン。つらいのせいですよ。20年間止まることなんてなかったのに。今はこのざまだ。フィルターは詰まる、ボーリングは破裂する、鉄は錆びる。そのうち古い洪水対策システムがダメになる。お前ならいい先導になるぞ。勘弁してくれ。お前の歌声は犯罪だ。ボートを漕ぐ羽目になったっていうのは当たってる。だって漕いだもん。大量の化け物が潜んでる洞窟を。それってもしかして1年後のここ？乗せてくれて助かった、ペトロビッチ。良いお年を。良いお年を。当局のお祝いの後に、気分に寄ってくださいよ。今年も楽しみ。もちろんだ。っていうか、1年前で大晦日ってことは、本編もあれ大晦日だったの？大佐。こんにちは。誰か寝てんな。大佐。こんにちは。オスコム。大佐、お通りください。将軍がお待ちです。はいはい。何かを成し遂げようと思うなら、始めたことを最後までやり抜く覚悟を決めろ。行け。失礼します。スタルか。しかねたぞ。入ってくれ。楽にしてくれ。まあスタルカーというか、まああれはロシア語なまりの名前だったから、正確にはストーカーなんだろうけど。座ってくれ。はいはいはい。お前がバーベキューをしている間に状況が変わった。この地図を見てくれ。バックグラウンド放射線？ああ、衛星通信センターにあったものだ。そこから新しい地図を探してきてほしい。国全体の詳細がわかるものだ。そうすれば行くべき場所がわかる。本件は他言無用だ。極秘事項として扱え。いいな。行くべき場所？はっきり言ってくれ。脱出の準備をするということか。絶対に内密にしろよ。そうだ。これ以上は持たない。緑のやつが尽きた。押収せざるを得ない今の状況では、すべて隠すしかない。
なぜ秘密にする？いい知らせじゃないか。話せばみんな喜んで寄付してくれるだろう。私の決断ではない。それにいい知らせは伏せておく方が賢明なこともある。なるほど。話してくれてありがとう。いいか。くれぐれも内心配無用だ。では良いお年を。家に帰らないと。スライム戦争の英雄にしてシングルファーザーであるファンに対し、ここに新年のプレゼントを授与する。1ヶ月分の配給。感謝する。引き止めるつもりはないんだが、茶でも飲むか。これじゃ家族の元に帰らせてもらえませんな。セリョーガはどうしてる？舞い上がっているよ。当然だがな。考えてみろ、タイだぞ。私のコネなしでだ。信じられるか？もちろん。あなたはそういう人だ。何事も自分でやらせねばと思ってな。本人のために。その甲斐があったよ。昔は母親に似てなよなよしてたんだ。本当にたくましくなってくれた。いつも厳しくしてたもんな。厳しすぎるほどに。とてもああはなれない。いや、お前たち親子を見てきたから言えるが、お前は本当によくやっているよ。実に男らしく育っている。オスコムの戦士だ。オスコムのことなら何でも大好きだからな。あの子から見ると我々はスーパーヒーローなんだ。ちょっと怖いがな。実際ヒーローだ。助けられる人々を助けている。子供たちのために何を怖がることがある？まだまだ知らないことも多いのに我々を英雄視してる。恐れを知らず非の打ち所のない騎士だとね。だが現実は複雑だ。やらざるを得ないこともある。あの子の目を見ると考えてしまうんだ。あのことを伝えても分かってもらえるだろうかと。その日はやがて来る。キリルは男だ。分かってくれるさ。真の英雄は輝く鎧をまとった筋骨隆々の男なんかじゃない。英雄とはなさねばならぬことをなすものだ。泥まみれになり、時には血まみれになってなり、それでもやり遂げる。必要なことだからだ。それが分かった時、真の男になるんだ。かもな。だが目的のためなら何をしてもよいということにならないか？おい、よさないか。くだらない干渉に過ぎん。何？目的のためなら何をしてもいいだと？そんな言葉を口にしてはいかん。恥を知れ。哲学のマリワ・イワノフ教授がおっしゃっていたじゃないか。だがあえて言おう、その通りだ。でなければどうやってことをなす？何かをなすには犠牲が必要だ。例外が一度でもあったか？本当に何をしても？痛いところをつくな。確かに物事はそうやって成し遂げるものだ。だが何をしてもいいか否かは誠実さの問題じゃないのか？何よりも自分に対して誠実かどうかが。こいつは深い話だ。哲学めいている。さてはお前もマリア・イワノフの上級クラスを取っていたな。さて、そろそろおいとまするよ。ああ、引き止めて悪かった。息子の元に帰ってやれ。キリルによろしくな。ハッピーニューイヤー。将軍様と談笑しましたとさ。準備をするか。市民の前で話すのは苦手なんだが、行事には欠かせんし。信頼あるクラースにプロスペクト市民、まあとっつきやすい将軍だったんだけど、通信センターに行ってほしいってことは何？大佐はあの砂漠に行くというわけか？まあまあまあ、じゃあとりあえず今回はここまでにして、次の日はじゃあもう1月1日なわけだ。家族の元へ帰ると。じゃあこっからまた次回続きやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。